博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。今日とか明日とか昨日とかですね、DGS 15年祭に横浜公演の最中です。おお、はい、ですね。そうなんですよ、中間にこの日が来てしまいました。なんで今頃、まあ、我々はピアリーナ MM のステージで寝ている頃だろうと、なるほどね。寝てラジコでこの番組を聞いている頃だろうという。そうね、ちゃんとエアチェックするんだね。まあするでしょうね、せっかくいるから。みんなでみんなでみんなで聞こうぜっつってみんなで聞こうぜっつってラジオってみんなで聞くもんかな。あんま聞いたことねえな。楽しいじゃんきっと。楽しいかな。お前のこと喋ってるよみたいな。お前こそ、いやいや超ウケるみたいなみたいなことを多分ステージ上でやってます。ステージ上で、夜中におそらくね。まあシウマイ弁当とか食ってるんでしょうね。ああ横浜だから。シウマイ弁当か。いや悪くはないよ、全然いいんだよ、すごくいいで美味しいよ、好きだよ。崎陽軒のシウマイ弁当、はいはいはい、シウマイね、シウマイね、カタカナでね、うまいが入ってますみたいなさ。探しは、そういうことか。そうだよ、あれでも新幹線乗る時とかはよく買うけどね。そうなの。横浜行って食べることあんまないんだよね。まあ俺横浜で食ったことないもん、シウマイ弁当。そうでしょ、そっか、弁当あれなのか。ほらって言って渡されて、シューマイだと思ってる最中にもう扉バン、閉められたっつって、もう出らんないですよ。うわービールの一本つけてくれないですかね。まあ、ビールの一本ぐらいつけるかもしれないです。その代わりシューマイ弁当でしょうな。あ、そうなんだ。横浜でしょ、一角の若鶏とか食いてえな。あー、それ有名なの。有名っていうか、まあ横浜に店舗があるんですよ。もともとはどこだっけ、あれ一角って、鳥の一角っていうのあるんですよ。それ知らないわ、はい、うめえんだろうなそれ。美味しいですよ。あなたが美味しいって言うんだから、それは間違いないさ。あれはビール合うぜ。ビール欲しいね、キンキンに冷えてやがるっつって、うん、力をやってるじゃんっっ完全さペリカでもらってるやつじゃん。明日もう働けよっつって。まあそんな感じなんでしょうね今日の我々はね。頑張りますよ。まあ、そうですね、来てくださった皆さん本当にね楽しんでくださっていたら幸いでございます。そして明日もしいらっしゃる方がいたらですね、楽しいと思いますんで気をつけてきてください。はい、ということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第795話、LINE 開くね、早く早く。内田社長がランチの写真上げてるの、あれ需要ある？なんでそこで文句言うの？まああの構成さがいない理由は後で喋りますじゃん。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして神谷博史です。モス小野大輔です。構成スはですね、はい、数ヶ月ぶり2度目のコロナでお休みです。だから今 LINE でいただいたんですよ。タイトルを。そうなんです。だからあいつは、そうなんです。ここにいないんです。オンラインで参加っていう。すごくない？タイトルをさ LINE で送ってくるってもう未来じゃん。未来じゃねえよ。俺より先に自分で気づいたね。何なんだそのまあしょうがないですね。でも早いんだよ。でも今日は高垣くんがですね、こんなに早いスパンでまた作家席に座るっていうね、しかも来るまで知らなかった。だっておだからいつもの仕事は臼木くんがやってます、カメラをね。ああね、サブ作家のお仕事、ね、そうだよ、サブ作家がさ、あの変わってさ高垣くんになってから写真のセンスがいいなんて褒められてるわけだから、臼木くんもさちゃんと写真撮ってさ、今回の写真いいですねなんていうふうに褒められる感じに撮ってなきゃダメだぜ。ああ、ね、そういうのねすごいエゴさしてさ調べてるから、まあ、いやらしいなお前。そんな頑張んなくてもいいっすそんな頑張んなくてもいいっすちょっと課長怒ってるじゃねえか。なんだねその上からのやつだよ。
はい、まずは15年祭情報いきますよ。はい、7月3日日曜日のピアアリーナ MM の横浜最終公演ですが、ニコニコ生放送での有料配信も行います。チケット価格は税抜き4400円、購入したチケットは7月19日火曜日23時59分までタイムシフト視聴可能です。なるほど。はい、チケットは7月18日23時59分まで販売しているので、イベント終了後に購入することも可能でございます。うん、なるほど。今回は15年祭ということで、7月19日の使用期限まで何度でも視聴可能です。なるほどね。やべ、何度でも見られちゃうわけだ。何度でも見るようなもんか、あれ。まあ、その何度でもあの見て楽しんでいただけるものになっているはずです。なるかもよ、うん、なんでこんな言いづらいんだろうね。多分楽しくなってるはずなんでね、まあまあまあ、ぜひぜひあのイベントに来られなかった方もですね、ね、配信の方で見てください、うん、よろしくお願いします。お願いいたします。あ、そうだ、うん、ちなみにですね、はいはい、そうそう、今回ニコニコギフトとかございませんと、はい、なんであの入場料だけでございますんで、はい、うんうん、はい、あの見て楽しんでいただければと思っておりますんで、よろしくお願いいたします、うんね、気楽に。はい、ではリスナーから届いた一つ紹介しますよ。はいはい、マスさんからいただきました、はい、神谷さん、小野さん、こんばんは。毎週楽しく視聴しております。あ、拝聴しております。ありがとう。小野さん、一生の推しだとおっしゃるゴスペラーズさん提供による新曲、うん、サウンズオブラブの配信、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。FM でやられていたラジオにゲストに来ていただいたり、うん、ゴスペラーズさんのライブに声で出演されたり、交流を深める中でまたコラボというお話はされていましたが、本当に実現するとは、うん、しかもゴスペラーズさんがコーラスまで担当してくださるなんて本当にすごいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。実現に至った経緯や決まった時のお気持ちなどぜひお伺いしたいですとのことです。はい、そうなんですよ。夢叶っちゃいまして。ゴスペラーズ好きなんだ。むちゃくちゃ好き。全然知らなかった。ああそう。あ、でも言ったことないかもね。あ、そう、はいはいはい、それはもう AM ではお首にも出さなかったのにFM ではベラベラ喋ってた。やっぱ AM はちょっとね。あ、そう、うん、うん、やっぱ FM に撮っといたよ ね, やっぱね。あ、やっぱそうなんだ。 FM ででもね、語り倒したの。あ、そう。ゴスペラーズ大好きっていうの、うん、で自分が、大学時代に、うん、その、アカペラの教本を、うん、あれ山の楽器かな、なんかね、ギターを見に行った時にたまたま、うん、ギター、うん、ギター。小野さんがギターを、ギターやってたのよ俺。弾けるんですか、大学時代。 えコードは抑えられるよ。コード抑えられるの？抑えられる。マジで？うん、いけるいける。F いける。マジかよ。だってこの番組のさ、うんうん、あのアルバムの時にさ、ギター持たされてやったじゃん。うん、あの時小野さん、はいはいはい、裸ギター以外何もしてないですよ。裸ギター以外何もしていない。ええ。あれはだから大学時代やってたからなんだよ。あ、やってたからなんだ。やって様になってたでしょ。様になってたよ、確かに。裸ギターは、ね、しっかりね、ええ。ちゃんと隠れてたでしょ。ちゃんと隠れてたよ。裸なのに。はいはい。そうなんですよ。だから、いやギターもやってたんだけど、そのためにギター買ってたの？ね、それは話ちょっとずれるけど、うん、マクロスセブンもすごい好きで、はあ、ファイヤーボンバーめっちゃ聞いてて。ファイヤーボンバーそんなことやってないよ。だってネッキバサラやってなかったっけ。ネッキバサラ裸ギターやってないよ。俺の歌を聴け、うん、あと見ないでって言ってなかったっけ。、うん、やってないと思うよ。やってなかったっけ、うん、ごめんごめん。あのファイヤーボンバー好きで、うん、むちゃくちゃ、うん、で、ギターもやってたけど、それと同じくしてですよ、その楽器屋さんでたまたま教本のコーナーに、うん、ゴスペラーズさんのそのあなたもできるっていう形のアカペラの教本が置いてあったから、うん、それ買ってたまたま、それで激ハマりして、家で一人でそのアカペラの練習やってた。やってた。マジか。おお、あ、この高さだみたいな。ええー、うん、ブンブンドゥ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 ンみたいなやってたよ。自分で多重録音して、おーいけてるみたいな。おー、マジか。やってた。誰かに聞かした？いいえ。ですよね。そんなことやってたゴスペラーズさんと、まあでもずっと好き好き言い続けてたら、やっぱり言霊ってあるんですね。はいはい、FM でね、うん、そう、FM で。FM でね。FM で言い続けてたら、実現してゲスト来てくれて、で、まあ、トントンミュージーね。どうなん、実際そのさ、自分が憧れてた人がさ、うん、ゲストに来るって。いや、でもね、うん、最初緊張したんですけど、うん、あの、ゴスペラーズさんって全員喋れるんですよ。うん、ラジオ、まあ、番組それぞれが持ってたりするし、うん、もうだからすげえ楽しかったです。普通にそのラジオパーソナリティ同士、うん、で、まあ、あとお互いその自分のその声の仕事としてのプロフェッショナルじゃないですか、うん、歌であってセリフであってってところで、うん、なんかでも共通するところがあって、プロ同士の会話ができてめちゃくちゃ楽しかったのその時。
でサッカーが好きとかいろいろ共通点もあるし、うん、仲良くさせてもらって、それで曲を作ってもらうことになったんだ。そうなんですよ。作ってくれますかって、いい、ね、やるやるって全員でコンペするからっつって。小野くんさ、あの、うかつにそういうこと平気で言う人じゃん。曲作ってくださいってすぐ言うじゃん。言う、うん、いや言わないと叶わないのよ、うん、言ってみるもんだね。そっか、うん、いい人、ゴスペラーズさんたち、ね、いい人、みんないい人だね。そうなの、ね、うん、これいつから配信になってるんですか。これはもうね、6月に配信されました。サウンズオブラブ、坂井雄二さん作詞作曲で、このコロナ禍において、うん、離れてしまった人たちとか家族とか、例えばその絆が再確認できたっていうことを歌に込めて、その大きな愛を歌ったバラードですね。うん、めちゃくちゃいい曲、出来上がったんで、はい、ぜひ皆さんも聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてもう一つ読みますね、うん、こちらディアネームペペロンチーノ、うん、神谷さん、小野さん、こんばんは。はい、どうも神谷さん、うんうん、アドリブ2022出演決定おめでとうございます。正直絶対に出演はありえないと思っていたので、うん、なんでだ、出演者発表の際にこのシルエット、もしかして神谷さん、いやいや、ない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 と思った瞬間、いい意味で裏切られて本当に驚きました、うん、すげえ驚いてるなこの人。神谷さんが小野賢章さん、はい、高橋健介さんの二方とどのような即興劇を作り出すのか、うん、今からとても楽しみにしています。そして鈴村さんとの交換条件も楽しみにしております。はい、というふうにいただいております。そうなんです、僕アドリブ出るんですけど、まあ、別にね、出てって言われたから、はい、いいよって言っただけなんですけど、うん、なんかみんなの中で絶対に出ないみたいなイメージがあるのがちょっと僕下せなくって。え、なんか心当たりあります？あ、わかんないけど、うん、ただなんかその、まあ、健一くんもね、はい、まあ、この交換条件っていうのは、じゃあさ、うん、なんだろう、健一くんさ、リーディングライブ出てよみたいな話したのね。いいよみたいなことを二つ返事で言うから、でその代わりじゃあ、アドリブ出てよって言われていいよみたいな、そんな感じだったのね。だから、まあ、健一くんが、まあ、そのうち、まあ、いつか出てくれるんじゃないかなと思ってるんだけれど、まあ、だからでも、まあ、僕の方はすぐにスケジュールが空いてたので、うん、いきなりもう今年のやつに出ますみたいなことになってるだけで。なるほどね。まあ、そういう交換条件ではあるんですが、別に出るってことに関して言えば、うん、言われたから出ますみたいな感じなんです。うん、でね、うんうん、僕過去にアドリブを見に行ったことがあるんですよ。おう、おほう、はい、それはそれはクソつまらなくてですね。クソつまらない、そんなことある？こんな面白くないのっていうか、こんなに続いてるコンテンツだよ。なんなんこの2人のつまらなさは。大人気コンテンツのこれ。いまいちピンとこねえなと思って。マジで？ケンイチ君に招待してもらったから、はいはい、まあ、見には行ったんだけれども、はいはいはい、まあ、見て別にそんな面白くないなと思ったから、なんとなくぼんやりしてたのね。だからどうやらそれでケンイチ君は、うん、あ、なんか神谷はそんなに出たくないんだな。なるほどね。あんまりそのピンとこなかったんだなっていうふうに思ったらしいよ。そういう印象がある。はい。で、僕そのことを喋ったの。インタビューでね。インタビューで喋った。アドリブの。はいはいはい。したら、どの回ご覧になりました？そうね、気になるね。誰、ドイツとドイツだそりゃ。それはですね、言いましょうか。お、大発表します。聞かせてくれよ。小野大輔さんとですね、岩田光雄の2人だったんです。なるほど、伝説の回だね。よくわかんない、サッカーボール持って出てきてさ、はい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 、僕はブルボン星人ですって言い始めて、なんだこいつブルボン星人って言ってたよ。なんかその時ね、俺ブルボン大好きだったの。そのなんかもう理由がわかんないから、本人の中で勝手にルマンドにハマってたの。すっごい勝手に出てきた設定で、私はブルボン星からやってきたブルボン星人ですって言って、ずっとなんか持ってきたボールを持て余して、もうどうすることもできず。そうね。で、しょうがないからリフティングしたら案の定舞台から落として、ああってなって、グダグダになるっていう。で、シリアスに話を持ってこうとしている岩田光雄はなんかもうずっと空回りだし、で引くワードはもう全然空振りで、そうね、もうぐちゃぐちゃすぎて最後なんかバーンって爆発して終わるみたいな、なんだったんだろうこれと思って。夢ですよね。夢、本当夢でした。ドリームですよね。つ、ね、ら、うん、かったですから。おお、あ、そう、これは楽しみになってきましたね。アドリブ2022、僕だからだいぶアドリブに対するハードルが低いんで。そうだね、だからまあ適当に頑張ろう。みんなあれよりは面白いぞ期待してくれ適当に頑張りますんで。はい、というわけで引き続き皆様からのツストお待ちしています。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガル情報です。アニメロミックスでは僕小野大輔の新曲
サウンズオブラブが先行配信中です。ぜひチェックしてください。続いてアニメのミックスでは古川誠さんニューシングル茨林部曲が好評配信中です、収録曲のフルサイズをダウンロードの上ご応募いただいたから全員に缶バッジをプレゼント、また壁紙のプレゼントも実施、応募は7月5日までお見逃しなく。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は過去音源のプロデューサーズカットバージョンとして2008年4月12日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガールドラマ室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム富士さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。富士のお便り。ショッピングサイトで欲しいものリストにいろいろと商品を入れていて、ふと思いました。欲しいものをすべて手に入れた神谷さん、小野さんは次の次元に進み、欲しいではない何か他のもののリストを作っているのだろうかと。どうなんでしょうか、気になります。そうですね、まあ、俺くらいになるとワンピースも手に入れてるんで、うん、そうだよ、すでになワンピースも手に入れてるんで、もう欲しいもの何もないんですよ、うん、手に入れちゃったんだよな。だからまあ欲しいものリストはないんですけれども、願い事はいつになってもあります。だよね。ということで毎年恒例の七夕企画、今年もやっていきたいと思いますよっしゃ。あの黙ってましたけれど、うん、僕ら浴衣着てるんです。浴衣着てんのよ、毎年恒例なのよこれ。音では何も伝わらない本当だよ、これぐらいですよね絹ずれね絹ずれもね無理やり起こす絹ずれね、いやでもちゃんとした浴衣着てますから。ちゃんと着てますよ、新作なんですって。あの毎年買ってるらしいんですよ、タムタムが選んで買ってくれてるらしいんですよ新作を。でもあなたね、なんて言うんだろう、すごいおしゃれな柄ね、八角形みたいな形ですけれども、なんかあんまり和っぽいくないんですけども、和っぽい感じのね、そうね、浴衣、用途、まあ何でもいいです浴衣に関しては、写真見てください、臼杵くんが撮ってるんで、イエーイダブルピースイエイイエイ、ね、イエイイエイ、小野さんもイエイイエイ、はい、じゃあ短冊に願い事書いていきますよはい、もうまずはもうこれです、はい、健康というね、これもうマジ切実なやつです。相変わらずね、達筆ね、あなたはもうこう貼っといてください、もう健康はね、健康を書かせたら、はい、多分日本で3本の指入るよそん、まあ、声優ではもしかしたら入るかもしれないですね。入るよね、まあ、もっと上手な人いると思いますけどね。僕もじゃあ、はい、じゃあこれいいですか。いいよ、僕はもうヘルスファッションね、ヘルスファッションね、ダメだよファッションとかダメだよ、つけたら何があれだよ、うん、デリバリーとかもダメだよ、うん、俺はだから英語で言ったの、健康をね、2022ラブ2000みたいな感じでね、ヘルス2022をね、ここに掲げます。いや、いいと思いますよ、おい、僕も健康でいたい。もうその通りですよ、うん、切実です、切実ですよ我々、はいはい、そしてあとはですね、うん、今日とか明日とか横浜が晴れますようにっていうね、うん、あ、それいい ね、降らせがちだから、いい天気でありますように。あともうでもそんないい天気すぎても困るから、熱中症とかになると困るからね、そうね、確かにね、いい感じに晴れてくれるといいなと思いますけれども、ね、いい日になればいいよっていうね。他ありますか、これね、新車欲しい、新車欲しい、はい、おいいですね。この放送の頃は僕多分限定解除してるんで、うんうん、マニュアルのね、マニュアル車買うんすか。マニュアル車欲しいね今ね、すっごい見てる、カーセンサーとかグーネットとかめっちゃ見てるよ、うん、欲しい。でそっからの、もう一つ、はい、あの一人ワイルドスピードね、あ、うん、あ、もうドゥエイン・ジョンソンなるの、なるほど、バリバリダッチチャージャーガン無視した映画だからね、あれはね。そうだね、一人ワイルドスピードっていうか、うん、単なる法廷違反野郎だからね一人やった時点で、じゃあグランツーリスモの中でやります。あ、やったほうがいい、一人ワイルドスピード、はい、どうでしょう。いや、いいんじゃないですか、はい、まあ、我々の願いはこの程度にいたしまして、はい、まあ、スタッフのね、願いを、うん、まあ、ちょっと発表しますけれども、構成数は、ここですわ、健康
行かっこ切実って書いてます、ね。ええ、もう切実でしょうよ。そらそうだね。そらもう今となっては切実でしょうよ。もうこれはもう涙が出てくるぐらい。俺すのは鼻声でしたからね。でしたね。妹でさっき声聞きましたけれども。はい、打ち合わせの時で。まあでも元気そうでしたよ。ね、はい、大丈夫です。そしてですね、じゃあ内田さんのやつ読みます。はいはい。円高ドル安になりますようにと円高を望んでいる。マジ切実なやつだね。うん、このまま円安が進むと本当マジやべえからね。そうだね。あ、うん、これは日本国民切実に頼みますよ本当に、はい。もうちょっと景気良くなってほしいっすなすごい現実的なのばっかりだな、なんか。続きまして、はい、ドラムちゃんと叩けるようになりたいちゃんこっていう。なんかちゃんこねドラムス練習してるらしいんですよ。らしいね、だからなんか初めて、うん、自分の目の前に置いてあるドラムセットの場所が変化っていうことに今気づいたらしいですね。言ってた、ここにスネアがあるのはおかしいですっ て, っってうるせえなっってハイハットはここじゃないですとか知らねえよ っうるせえよって、お前何も知らずにやってただろうがっつってそっか、本気でやりたいんだですって。いやいやいや、それも楽しみですね、うん。じゃあ八木橋なんですけど、次こそフォクシーってい、ねね、フォクシーが何のお店なのかって話なんですけど、ね、あいつ神戸で本当におとなしくしてましたからね。うそうね、今日はあのノーフォクシーで、ノーフォクシーでフィニッシュ。そんなことないだろ、お前すごいここいいホテルじゃねえか前回と違うだろ、ここはもうすごいいいとこじゃねえか。いやでももう今年はもうノーフォクシーでって言って、でまだ次こそっていうことで、ね、言ってますからね、次のね、イベントに向けての ね、前向きな思いということで、また企画しましょう、はい、神戸に行くのね、はい、続きまして、エクステンドタムタム、足が長くなりますようにエクステンドウスキ、身長を伸ばしたい。何なんだよエクステンドは。エクステンドやっぱでかくないとダメだから、エクステンドしたいんだ、うん、自分たちやっぱそうなんだな、うん、タムタムはだって意外と女性にしてはでかい方だぞ、あれは身長高いね、うん、身長高いんだぞ、でも足が長くなりたいんだよ、まだスタイル良くなりたいんだね。ウスキ君は身長伸ばしたい。あ、そうなんだ。まあ社長でけえからね。うん、みんなやっぱああなんないとダメだと思ってたのな。面白いな。社会人のはずなのに小中学生の夢だよな。うん、それ、うん、あ、そうだね。確かにそうだわ。とかさ、僕も小学生なんて返したな、こういうこと。いい会社ですね。あさあ続いてお手伝い伊藤です。部屋の湿度が 50% くらいになりますように。次次。でれれ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 、高垣くん、はい、DGS のみんなでまたキャンプに行けますように。お前は無邪気だなお前は無邪気だな、本当かわいいな、行こうね、また行こうな、な夏ね、またホットサンド食おうな、すげえまた虫でんだよな夏はな、はいはいはい、ブツブツ言わない、うん、ディレクター横川です。あ、なんだ、フルチンをうまく隠せますようになんだろう、うん、そういった意味ではそうだよね、自分で言い始めたから言うけどさ、下手だよね隠すの下手だよね、うん、そうなんだよね、うますぎて下手なんだよねなんだろう、もう確実にフルチンって言ってんの分かる感じでしか隠せないんだもんな、なんでだろうね、うますぎて下手か、うますぎて下手なんだよな、なるほど、フルチン、フルチンっていうかね、うん、そうなんだよな、うまいこと絶妙に隠せてないからね、何なんだろうね本当に ね、はい、ということでディアネーム富士山も僕らの願い事が叶うように祈っておいてください、うん、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信します。リノさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。俺意外とケツ綺麗なんだよねさらっと言うのいいね、なんかね、どうでもいいっす、はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。
ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。さあ、まあ今日とか明日とかはですね、うん、横浜公演をやっているはずなんですけれども、そうですね、まあ、やっていればですよ、やっていればやっていれば、まあ、来週再来週ぐらいから、まあ、徐々にですね皆さんから来たお便りでイベントの内容等に触れていくはず、うん、はずです。まだ雲をつかむ、わかんないですもん。少なくとも今作家はコロナに倒れています。いやそうなのよね、あいつもステージに上がらなきゃいけないんでね。ギリギリでもね間に合いそうです、ね、ギリギリとか全然普通に間に合うんですけど、間に合うんだ、間に合います、よかった。なんで大丈夫です。諏訪さんは少なくとも大丈夫だよね。ソロが分かんないです本当全然笑い事じゃないんですけれども、まあ朝は我が身なんでね、もう本当くれぐれも皆さんもくれぐれも本当気をつけて健康第一でお過ごしください、うん。番組の皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号 105-8000 に文化放送神谷浩司小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの2人です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニマルミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷浩司と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第796話に続く。光のない道でも、この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。全てちゃう